続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ本日のお客様は政治アナリストの伊藤敦夫さんですよろしくお願いしますお、はい、久しぶりです,すどうもおいます、はい 相変わらずバイクで遠出をなさってるようで、お元気ですかね、程よくやけてるのバイクに乗るのが忙しくてですね、あんまり仕事してる暇ないもんですから、どこまで行ってきたんですか、能登半島までね、朝出て夕方、ちり浜の向こうに沈む、日本海に沈む夕日を見て、感動して帰ってきました。朝日はこっちで見て朝日は太平洋で見て。 沈むの？その日の夕方、あの石川県のチリ浜白石のね、チリ浜というところあそこ、車で八キロぐらい走れる道がある、あ砂浜があるんですけど、そこでゴールです。なんか幸せそうだ。本当だね。はい、さてさて今日はどんなお話をしていただけますか？まあやっぱりね、昨日。 急転直下というか、岸田さんがこの国会中の解散はないとおっしゃったんで、そこに至るまでのいろんな混乱状態というか、ですね新たな講談ありましたんで、その話を中心にね。まず、まず、ちま巷ではさ、例えば増税の問題だとかさ、 それからこの法案の問題とか、うんあ、それからちょっとスキャンダルとかありますよね、はい、ね今。で、こういうのがあった時にこに、解散をした方がうが、ん。 得だったんですか得じゃないんですかかつて安倍さんがですね2014年に突然解散したことがあるんですねその裏を聞いたんですけど当時はですね松島みどりさんとか尾渕優子さん女性閣僚が次々とスキャンダルで辞任をしていた時期なんですねうち輪とかねこのまままたドミノ辞任が出たら大変なことになると 急遽解散に打って出たたとといいう話を聞こがありますねだからちょっと状況が悪くなったときに安倍さんの場合はね、状況がちょっとやばいなと、これからちょっとやばくなるなと思ったときに、密かに解散の準備を始めて、1、2、3でやったというケースがあるんですが、今回の場合はどうなんですかね、むしろ岸田さんが迷走したっていう感じがしますよね。 途中急に変わそうそうそうあのおとといですか13日か突然今そのまでは今解散は考えてないってずっと言ってたのは突然情勢をよく見極めたたいいって言出しねそれで皆さんが一挙に「これは解散だろう」って大騒ぎになったわけですね。ただ次の日になったら「今国会一の解散はない」といきなり言いした。 えーまあ今日の朝の新聞なんかもその背景、いろいろね、はい、書いてましたけど、うんうん、僕はね、結局あの、岸田さん自身が解散権をもてあそんだというよりは、うん、解散権に岸田さんがもてあそばれたと僕は思ってるんですよ。どうしてですか、うん あの解散権っていうのは総理大臣が持っている権限の中で最強の権限っていうことですね。その権限を手に入れちゃうとうん、うん、それをどううまく使うかってことをずっと考えるわけですよ、うん、総理大臣っていうのは。うんはい、で、うん、まあ言ってみれば信念や軸みたいなものはきちっとある総理であれば別なんですが岸田さんがないとは言ってませんよ。ただそういういい軸がきちっっと定まってない人は、うん やっちゃおうかなやめようかなやっちゃおうかなやめようかなってすごく悩むみたいなんですよね損か得かで動くからですね結局すべてやっぱり自分にとって有利か不利かこうしたいものがないとそうなっちゃいますよねそうなんですよねだから僕前からよく言ってるようになったら総理となりたい総理って言うんですけどなったらこれやるんだって明確なものを持ってる人は例えばそれを成し遂げたら自分が総理の座から降りてもいいぐらいの覚悟で総理の座についてるんですけど これまでの少なくとも岸田さんの政権の座について以降、ずっと見ていると、うんうん、この人、本当、何がやりたいんだろうと、ほとんどね、自分の意思であの決断をしたっていうパターンではないような気がするんですよ、次々ととんでもない決断してますよね、国の方向性が変わるような、防衛費倍増であるとか、はいはい、原発の再稼働延長であるとか。はいはい これも、ね、でも結局その時の情勢に合わせて、うん、あるいは党内の動向だとか、うん、あるいはアメリカの意向だとか何、うん、かいろんなものによって結果的に決断をさせられてるような雰囲気がするんで、うん、今回の解散の件もね、うん、なんかこう自らあの、うん、やるんだあるいはやらないんだっていう。うん 意思ではななくてて完全に迷ってたよ、ねうん、なんかね迷走していた、うん、迷いに迷った結果っていうね、うん、感じがしますよね。うんうんうん、えでそうなってくると、うん、こう迷ってる中で、はい、こうしないって言った理由は、はいまあ、いくつかあると思うんですね。僕はずっと この国会ではないと言い続けてたんで、恥かかないで済んだんですけど、一つはですね、支持率が今、徐々にでも下がり始めてるんですね、息子の官邸大宴会の件もあったし、一番はあれでしょ、公明党じゃないの、違うの一番、一番、一番もちろん一番大きいのは公明党との関係ですね、揉めに揉めて、東京では一切協力しないということになりました。 東京限定って公式的には言ってますけどそんなことできるはずないんですよ。全国に影響が出るんですよそうなんだ。創価学会の他党の候補自民党の候補に対する支援体制って大体ね3段階に分かれるんですよ。僕らよく松竹梅って言ったんですけどまずは公明党の候補者並みの支援体制。 竹はそこそこ頑張って隣近所に声かけたりいろいろ働きかける梅は推薦だけ出してあとはどうぞ50人に近いレベルもし東京は一切協力しないと他の選挙区でこれまで松だったやつが竹になったり竹が梅になったらかなり票が減るんですよやっぱり自民党の票が。 えー、大体小選挙区1選挙区あたり1万票から2万票は総合学会の票があると言ってますから前回の総選挙で自民党の候補者が1万票差以内で勝ってる選挙区が332、うんうんうん、万票以内で勝ってる選挙区が57なんですよ、うんうん、もしその票が減ったらどうなりますか,いやだから 80名以上いや全部でトータルで57ですから変わるよね変わるけど野党の方もほらだからちょっとね野党体制がどうなるかによってもだいぶ変わってくるんですけど少なくともそういう恐怖感があるっていうのが一つとそれから。 これ審議のほどは本当に僕確認したわけじゃないから言えないんですけど数日前に一斉に自民党の調査結果いうのが出回ったんですよ。そうなでそれを見ると自民党が220なんです。で公明党が23の立憲民主党が114維新が75。これただしね維新の候補者がまだ決まってない選挙がいっぱいあるんで立憲も決まってないところがいっぱいあるんで。 この数字が直ちにあの現状を反映しているとは言い切れないんだけど、うん、ただねこれが自民党の中に出回ってかなり衝撃を受けてるんですよだって50近く減るわけですからそうです、ね、50以上か、うんうん、それも一つ、うん、あれっていうのがあったのかもしれませんねもしこの数字が事実だとすればね今やったら減っちゃうぞ、ん、とただねあの自民党の中にはもともと今やらない方がいいって言ってる人が多かったんですよ、うん なぜならば、うん、例えば秋になるとか年末になるとかになれば、うん、維新が候補者をかなり揃えられるような状況になりますねうん、うん、今でも12030までいってると言ってますけどうん、うん、立憲民主党がやっぱり140ぐらいか今、うん、で両方がどんどん候補を増やすとするじゃないですか、うんうん、そうすると小選挙区で立憲民主党と維新が共通りになるケースがいっぱい出てくるんですよ自民の票を食うんじゃないの,の自民の票も多少は食うけど、うん あの、お互いに食い合いをするんです。反自民の票。うん、ええー、そうなんだ。だから自民党からすると、うん、漁夫の利を得るためには。うん、維新がたくさん候補者揃えてからのがいいっていう見方もあったんですね。ふうんや。でも、そうなって、維新が増えると。 いや維新が増えるという、うん、いやその維新と立憲が小選挙区、うん、同じ小選挙区で足の引っ張り合って、うん、共倒れするじゃないですか、うんうん、そうすると浮上してくるのは自民党なんですよ。だけど、自民党とどっちかつていと、近いこと言ってるんだから、なんで自民の票を食わないのね自民の票も一部食いますけど、うん、結果的に反自民の票を取り合うケースの方が多いわけですよ。よ だから自民党の中でも今はやめといてはいけないという声が前からあったことは事実なんですね、うんはい、でこ,のこの後やるとしたらその公明っていうのはどういう立場になってくる、はい、今だから、ね、東京28区だっけ、はいはい、あそこだけだけど、うん、伊藤さんのお考えではそこだけで済むわけがないこのままいけばねこの全国に広がるだろうって、はいはい、それでやったら、はい。 結構自民もききつついいいじゃないで,すかきついですねだから時間があれば、うん、その間に公明党の関係をどうやって修復するかって話になるわけで、うんはい、えそれは修復に向かうんですか修復しようとしてます自民党はねやっぱりうん、うん、でそれにはキーマンになってるのはやっぱり菅さんなんですよ、うん、前総理、うんうん、菅さんは公明党創価学会と非常に太いパイプを持っておる、うんうん、でこれまでもその、まあ、特に具体的に名前出してもいいと思うんですけど創価学会の 佐藤宏さんという副会長さんがいてこの方が政治担当選挙担当なんですけどこの方と菅さんって非常にこう馬があってですね仲良くこれまでやってきたわけですところが岸田政権になってから学会と公明党とのパイプ役になる人がいなかったんですよ政権の中に茂木さんもなかなかそういう調整役がね難しい人ですよね優秀な人だけどそこがいろんな亀裂の一つ原因になっているんで まあ菅さんにやっぱりお願いをして調整に入ってもらうという方向に行かざるを得ないんだろうと思うんですね、自民党は、まあ、できるかどうかわかりませんけど、ねえー、じゃあ、野党もその野党協力ってうまくいくパイプの太い人が今、ガンガン動いて、どうにかさっさっとならならいの、ね、そうすればいいんですけど、どうにもそういう人が見当たらないですね。はい、でも この後なってくれば今、諸問題山積みしてるけどそれプラスどうしても陰に隠れてる増税はもう多分するでしょ、増税せざるを、だって財政見てたら増税をするってことが分かっちゃってから選挙するのと。 分かんないうちに選挙しちゃえっていうことはどうなんですか、はい、だからあの、結局、例えば防衛増税の問題にしても、はい、中身については、うん、あの来年、明らかにするとの、うん、再来年まで延ばしてますよね、増税の時期を、実施時期を。うんうん、で、中身、一切明らかにしてないですね、はいうん、それから少子化対策にしても、うん、3兆円が突然、岸田さんの号令で3.5兆円になったんですけど、うん、これの財源っていうのもまだ全然明らかになってないわけです。うんうん いずれ明らかにしなきゃいけないで、中でも、時期的に一番はっきりしているのは少子化の財源です、うん、これ、あの今年の年末の予算編成の時期に合わせて、うん、あの明らかにするって岸田総理おっしゃってる、おそらくですね、増税になるかどうかは別として、国民負担が増えることは間違いないと思うんですよ。絶対,だって絶,絶対税金増やさなきゃ。ね 税金増やすのか社会,社会保険、社会保障制度をいじくって、なんかサービス悪くて、医療費を増やしたり、給付を減らしたり、でも今でさえ給料安いのに、もう全然上がってないのに、税だけ増えたら、負担が今、国民負担が今48%ぐらいですよね、トータルで、ご公募民ですよね、そうですね、もっと増えるかもしれないですね。 税収高くなるっていう風に分かってんのに、みんな気づかないかな、やっぱり目の前まで突きつけられないと分からない、中身がまだ明らかになってませんからね、例えば所得税なのか法人税なのか、それ以外の税なのか、それとも税以外のところから何か持ってくるのか、その辺が全然明らかになってないわけですね、明らかにしないわけですね。ただ 今言ったように少子化の財源については年末までに明らかにしなきゃいけないんですよ。負担が増えるということは、ええ、それが明らかになる前に、じゃないかなと僕は思ってます。だから、ずっと僕は秋だよって言ってるんです秋、秋に解散選挙した方がい、秋の臨時国会。 <で>増,税は増税らしいなってことは分かってても実態が分かる前に選挙をやっちゃえってことじゃないかなとそれとあの秋の臨時国会の前に大幅なあの内閣改造と役員人事やると思うんですよ、うん、でそこでいろんな目玉人事を工夫してですね、うん、内閣改造すると多少支持率上がることもあるんで,でその勢いで解散・総選挙に持ち込むっていうのが、うんうん まあ可能性としては一番高いような気がしますね。公明は公明はまあ秋までいけばいのあの修正がついてるかどうか分かりませんが、うん、修正ついてなかったらちょっとね、うんうん、それでも見切り発車せざるを得ない状況になる可能性はあると思いますけど、ね、でも公明にしても、はい、やっぱり大臣ポストは一、ええ、つ。うん 絶対にこうコロ国道あれだけ一つとしてもこうそこからずり落ちるわけにはいかないみたいのもあるんでしょう。だからあの自公の連立が壊れるということはまず考えられない。考え維新に変えるとかっていうのも考えられない。それもないですか。あの総選挙の結果次第でしょうね。その後例えばあの公明党が議席を減らして維新が増やしたとで自民党も減っちゃったと。 どっかと連立もう一回組み直さなきゃいけないみたいな状況になった時にはそれ可能性としてあるかもしれないけど、うん、うんただ、例えば自民党と維新が組んだら、うんうん、これもう、なんていうんですかねあの巨大な補修与党政権ができるわけですよ。はいはいはい そういう意味で言うと公明党はまだブレーキ役を多少はね最近はあんまりやってないですけど多少はブレーキ役になっていた部分でも結構なブレーキ役でいてほしいという思いも市民の間にはあってこういう形にだと思いますねだから例えば憲法改正一つ取っても公明党は結構ブレーキかけてきてるわけですよ維新はどどんんでしょ でもそれ、うちらの願望じゃなくて自民党と維新組んだらもう巨大でなっちゃうっていうのはそれはやめてほしいっていうのは願望じゃだから変な言い方ですけど維新は野党で行くんだと政権を目指すんだってはっきり自民党を倒して政権を取るんだっていうことを馬場代表はおっしゃってるわけですから。 本当にその通りでいくんですかっていうことは確認しなきゃいけないですよねうん,うんどうもなああ明日ですか内閣信任決議案はね立憲民主党が出すらしいですけどうん、うん、なんか、えー、維新と国民民主党は、うんえー、それに賛成しないと、うん、賛成しないはいいんですけど、うん、反対票を入れる可能性があるわけですよ、うん 内閣不信任決議案野党がね他の野党が出した内閣不信任決議案に反対票を入れるってことは、うん、今の政権を信任するってこともあるんですねだからいやそれはもう政権取らないってことでしょう。つまり今の政権をし全面的に信任しますって言ってるようなもんですから,、うん、から政権交代必要ないそれは野党と言えるんですかって話になりますよね維新はねこれまで3回不信任決議案に反対票を投じてるんですよ でも多くの人々が多くの皆さんが「そこまで考えてくれ、うん、間違ったこと言ってんじゃないの?」とかそこまで考えてくれない恐れも違うそう,、ね、あのそうなってきてないですか維新がね今すごく勢いあるじゃないですか、うん、僕はあれの一つの大きな要因はねやっぱりマスコミだと思いますマスコミが積極的に維新を報道してるんですよここ12年僕自身が民主党の事務局長をやってた頃の、うん 調査をずっとかけてたことがあるんですが、マスコミへメディアへの露出度が高まると支持率上がるんです。あのマイナスのあの露出はダメですよ。スキャンダルとか暴言出現とかはダメですけど、そうじゃなければどんどん報道されると報道量が増えれば増えるほどその政党の支持率って上がるんですよ。明らかに今多くのメディアは野党の中で維新中心の報道してます。 メディアが、はい、え分かりきった場違ってることをしてもそれも宣伝になっちゃうのあまりあのマイナスの,その露出はよくないですよスキャンダルだとかね、うん、まあ維新は結構あのスキャンダルの多い世代なんですけどねすごい最近だとコロナの時イソジンのこととかさすごいあったじゃないですかうです、ね、もう皆さん忘れてるでしょうえってるわけでしょ、ええ、そうなの、ね、特に関西はね関西はもう完璧ですよね それ以外の地域でも、例えば新聞なんか見ると、維新に勢いとかね、維新や野党第一党を目指すとかって、新聞記事見ると、やっぱり普通の有権者の皆さんは、あそうなんだと、今、維新が元気いいんだねいうふうになっちゃうというのはありますねこういう政治の状況を伊藤さん、俯瞰で見てて、もうこの国、大丈夫なのかといや、僕はね、この国、やばいと思ってます。 やばいですよね、はい。それはいろんな意味でやばいと思う。はい、あの一、うん、つは国民生活がどんどん低下している、質が低下してる。うんうん、はい。まあそれにもご公ご貧だし、うん、もう結婚的な人もたくさんいるし、うん、まあそこもやばいです、ねえー。少子化も、はい、今の少子化対策なんていうのはあれ、少子化対策じゃなくて、はいはい、子育て支援。 ですからね本当の意味での少子化対策でも何でもない。何でもない、もうその財源もはっきりしない、要するに少子化はどんどん進んでしまう、2060年に8000万人台になっちゃうんですね、日本の国民の数人口は。まずそこが一番やばい。一やばい。で、一人当たり GDP も2000年の2位が、去年は27位まで落ちたんです。それから経済、産業分野も今、ボロボロになりつつある。例えば 先端技術分野っていうんですかパソコン携帯半導体太陽光パネルテレビみんな日本は敗北してますね。日本の強みということはこれ経済分野もダメでしょうとおっしゃってる自動車っていうのは今日本にとっては最大の基幹産業ですけどこの自動車ですら EV 構成の中で ちゃんと生き残っていけんのっていう疑問を呈する人もいるわけですよ。今、攻防がものすごいですからね、どっちに転ぶかわからない状態ですね。だから、要するに国民生活も産業経済分野もそうだし、政治の分野は、最近、よく世襲がね、話題になってますね、いろんな意味で。今、自民党は厳しく見ても23%の世襲なんですよ。 もうちょっと緩めてみると30、30%以上が世襲議員なんですね。で、これがね、当たり前だと思ってる人がいるかもしれないんですが、うん、これは世界中、どの国見ても、こんな異常な国はないんですよ。うん、ここまで世襲の多い、あのうん、世襲政治家の多い国って、世界中見てもどこにもありません。なななぜここんんにっっっちゃったんでしょう、まあ、それが多いってことは地盤看板 その昔からのその議員の持ってるそれが生き残っていくっていう意味ですよねそうするとそこにある既得権益とかそういう意味合いがまあ与野党問わずにずっと残っていくそれを大事にしていくっていう話ですよね。はいはい、でもう一つ僕が一番気になるのはそういう世襲候補に投票する有権者がいらっしゃるから受かってくるわけですよ。 もちろん世襲議員でも優秀な人いますよ、いますけれども、やっぱりね、トータルで見ると、だん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 、やっぱり弱いですよね、初代より2代目、2代目より3代目、だんだん弱くなってる、それと、要するに、同じように優秀な政治を目指している人がいたとしますね、同じ選挙区に。出られないんですよ、その人、世襲じゃないから。 そうすると優秀な人材が政治の世界になかなか参入できないという状況を作り出してるのがやっぱり世襲制の一つの大きな要因ですよね。まあそこも問題ですし全体として劣化してるような気がするんですね。うんはい、なんか一個くらいいいこと言って帰ってよ伊藤さん。<laughs> <laughs> 一個くらい、えー、もっと目を広げればよ伊藤バイク以外。<laughs> バイク以外。まあだからあの我々はもう団塊の世代はね逃げ込み世代ですよ。 年金も多分もらえるでしょうしバブルも経験したし今の若い人たちはそういう時代を過ごしてないわけでこれから日本はどんどん厳しくなるんだっていうことが明らかな状況に今なりつつあるわけですからやっぱりそういう人たちがこれからどう頑張ってこの国をうまく動かしていくのかっていうのは。 いいい言葉じゃないですね、うん、その人たちが考えるってことになっちゃうんですけど、うん、あの考えなきゃいけない時期に来てると思いますよす、ね、皆さんがねあともう一つ、はいえー、日本の報道の自由度ですけど、はい、とんでもない位置にいますけどまあひどい、えー、状況に今ね、うん、なってきていますよねそれはメディアが、えー、あの弱ってるっていうことになりますかあの まあ、活字媒体と映像媒体、放送媒体というのは、それぞれ違う理由があるだろうと思うんですけど。特に、やっぱり、あの、テレビなんかっていうのは。これは、僕自身の肌感覚ですけども。明らかに、安倍政権時代以降、息苦しくなってますよね。なってる。しかも、第二次から。第二次からね。で、テレビ局の側も、おそらく、その圧力というよりは、忖度みたいなものが。 ずいぶん働くようなね、ムードが高まってきてるような気がします。伊藤さんが活字媒体も、私デビューして26年7年目なんだけど。原稿料全然上がってないから。あ、のね、いや、変な話ですけど、40年前から上がってないですよ。下がるぐらい新しいのしたら。だから、そういう世界で、けんぴすを振るってやろうって人はなかなか出てこないってのはあるかもしれないですね。うん。ね。 カンニング竹山が「ラジオ怪しいよ」って言ってたね <laughs> <laughs> いやでもねラジオはあのまだ自由にこう喋らせていただけるんで、うん、あそこは、えー、あそこはあ楽しみに来てるんです、ね、今度ちょっとだけいいところですね大竹メインディッシュ本日のゲストは伊藤敦夫さんでしたありがとうございました